はい、ということで、このアールグレイを使用してですね、なんと、このエアロフレーズを使って、ミルクティーを使って作っていきます。イエーイ！ということで、まずは紅茶を 5g ほど測っていきます。測れないね、壊れてるんですよ。ということで、測った紅茶をエアロフレーズに移していきます。で、お湯を入れ始めるように蓋にフィルターをセットして湯煎していきます。はい、こちらは一度ちょっと待ってもらって、今日は紅茶を細かめのものにしているので 5g で紅茶エスプレッソを入れていきたいと思います。お湯は 100ml、こちらで2分待ちたいと思います。もうそろそろ2分たったのでセットして落としていきます。さて、どんな仕上がりになるのでしょうか。では早速いただいていきたいと思います。うまい。